報道陣に囲まれる秋高田市石丸市長、議会との対立がまた始まりました。なんとかして足を引っ張りたいというのが透けて見えるじゃないですか。その意思が反対をするのが目的になっている。今回論争を巻き起こしているのは、市長が発表した道の駅への無印良品出店計画。しかし議会側は出店のため行った市長のある手法に反発します。議会制民主主義は崩壊することになると。無印良品出店をめぐる攻防の行方は。秋田方市は4月、地元品の販路拡大などを目的に、生活雑貨無印良品が道の駅三ツ矢の里秋田方に出店する計画を発表しました。おとといの市議会予算委員会では、出店のための道の駅改修費を盛り込んだ補正予算案が審議されました。しかし、この度の主張は地方自治法で示されている二元代表制の根幹を揺るがす事態になり、本市における議会制民主主義は崩壊することになると思います。議員が問題視したのは、市長が行った専決処分でした。専決処分とは、本来議会が議決しなければならない予算などを議決を経ず、例外的に市長が意思決定すること。時間的に議会の召集を待てない場合などに行われます。石丸市長は無印良品の出店を発表した翌日の4月28日、調査設計費450万円を専決処分していました。情報をオープンできるのがあのタイミングしかならなかったので、首長が数字を出して日付を出して時間的余裕がないと言ってるわけですから、それの時点でも成立します。しかし、市長と距離を置く最大会派は議会軽視だと反発します。出店が市に有益かどうかではなく、誘致経緯の説明が不十分などと予算の修正案を提出。無印良品出店のための改修費を削除し可決しました。最大会派のベテラン議員は、あれがいいとか悪いとか誰も一言も言ってないよ、ね、そうやって無印さんですと公約に、まあ、議会はさっと通ったもんよ。そうじゃないしね、もう一方的にね、もう歩きで議会なんかどうだめと。一方、地域が発展するチャンスで市民の期待も大きいと、改修費の削除に反対した新人議員は議会の内情をこう語りました。焼いて忘れちゃらないけんみたいな声も言ってる方いらっしゃって、それと町づくり、市民の生活、まあ一緒にしちゃまずいだろうなと。議会はこれまでも公募を経て内定した石丸市長の副市長人事案を議会への説明不足などを理由に否決していますが、市長は議員は市民の代表と強調します。いろんな可能性を提示しているにもかかわらず、それをないがしろにしている人を見ると、ああかわいそうだなとよく思います。ただそれはさっきもお話ししましたが、すべて市民の決定なので、市民が受け止めるしかないんだと思います。最終的な採決となる明日の本会議。無印良品出店のための道の駅改修費を削除した予算案が可決される見通しで、計画への影響は必至です。ホーム広島ニュースチャンネルをご視聴いただきありがとうございます。この機会にチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。